ここで台風情報をお伝えします。まず雲の画像からご覧ください。こちらフィリピンの東海上に現在2つの台風があります。1つはこちらの渦巻き台風19号、そして沖合にあるのが台風20号となります。台風19号ですけれども、中心に小さいながらも明瞭な目を伴っていまして、台風の勢力がかなり強いことを示しています。台風19号のこの後の予想進路ですけれども、引き続き西寄りに進みます。現在の勢力が中心気圧915ヘクトパスカル、最大風速60メートルと猛烈な勢力となっているんですけれども、これから明日にかけて少し勢力を弱める予想です。ただそれでも明日かなり強い勢力を保ったまま、フィリピンのルソン島に上陸するというふうに見られまして、こちらの方面での被害の発生が心配される状況です。一方、日本からはかなり遠いところを西寄りに進みますので、この台風による日本への影響はありません。もう一つ、台風20号ですね、こちら徐々に発達しながら、これも西寄りに進んでいきそうなんですけれども、予報円が特に来週中頃は非常に大きくなっています。今のところ19号と同じくフィリピン方面に進む予想なんですけれども、予報円の北の方をこうやって通った場合ですね、先島諸島に近づく可能性もありますので、引き続きこの後の台風動向十分ご注意いただきたいと思います。以上、台風情報をお伝えしました。